皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はエイペックス始めてブロンズのドヘタ状態から2ヶ月でマスターになった僕が、その過程で気づいた、特にこのゲームを上達する上で重要なこと話していこうと思います。本当に最初はみんなも詰まりやすいと思うんですけど、プラチナで沼りに沼って夢に出てきちゃうぐらい勝てない。今もなんですけど、めちゃくちゃ上手いタイプのプレイヤーじゃなくて、だいぶ凡人なんですけど、それでも2ヶ月本気で頑張って、いろいろ吸収しながらマスターまで到達したので、そのノウハウを教えていこうと思います。主にエーペックスをやってて、プラチナ、ダイヤ3で沼から抜け出せた、エーペックス特有の勝ち方、意識するだけで一瞬で変わる考え方ってのが、この動画を最後まで見れば、僕が感じた特に大事なこと、全部伝わるので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今回の内容が参考になりましたら、グッド、チャンネル登録も押していただけると嬉しいです。今回の動画は結構基本的なことから、ゆっくり、いつもよりちょっとラジオ感覚目で基礎から話していくつもりなんですけど、先に忙しい人用に概要を話していきます。ランクを上げる方法2種類。上達のための大前提、判断力の話。Apex の大事なゲーム性の話。で入っていて、ここから具体的な打ち合いとかの話、チームシューティング、スイッチの話、ファーストダウンを確実に取るためのフォーカスの話、ランクを増やす上で特に大事なこと、魚振られないための楽な戦闘方法で、最後にこんな感じのトピックで話していくんですけど、全部しっかり聞いてもらうのが理想なんですが、ここ聞きたいなとかあれば自分で取捨選択していただけるといいと思います。ちなみにこの順番、僕がマスター到達までにリアルに学び気づいた順なので、最初の方に基礎が詰まっていて、後半の方がレベルの高い、多分皆さんが聞きたいような内容が詰まっていると思います。それと本題に入る前に、このトピックたちを見てこれ知ってるよって項目もあると思うんですけど、知ってるだけだと実はあんまり身になってなくて、しっかりアウトプットして身につけるっていうことが大事です。それでは本題、ランクを上げるには2種類あるよって話からしようと思います。 Apex におけるランクの上げ方って2種類あって、1つ目はソロで上げる方法、2つ目にパーティーで上げる方法というのがあります。僕は一応ソロ、パーティー両方でマスター経験済みで、 PC サバも PSO サバも過去のプレマスターでマスター経験があります。で、多くの人、9割以上はパーティーを組んでマスターまで伸ばしています。今回はソロ、パーティーの人両方にしっかり情報が伝わるように話していくつもりなんですけど、ソロの方が確実に難易度が高いです。かつ Apex はチーム、みんなで戦うゲームです。なのでソロでやるとチームで戦う時に大事なノウハウが身につきづらい。これが一番ソロでやるデメリット。もちろんメリットもたくさんありますが、実際僕も最初はパーティーを組んでマスターまで到達しました。なんですけど、今回の動画は今まで僕が上達する中で気づいてきた特に大事なことを詰め込んでいるので、パーティーを組まないと気づけないこともたくさん学べると思います。ちなみに結構コメントとかを見る限り、フレンドいなくてパーティー組めねえよって人が多くて、ディスコードサーバーとか作ったら入りたい人っていますかね？いるならコメントに作ってリンク貼るんでリアクションいただけると嬉しいです。次に上達のための大前提という話をします。 Apex 初心者、中級者くらいの時に一番思ったのが、判断の速さが一番実力に違いが出ると感じました。判断に大事なのは速さと正確さ。鍛え方は後で話すんですけど、速さに関してこのゲーム判断が遅いとタイミングを逃します。例えばアーマー割って詰めようってなっても、バッテリーとか巻いて5秒足らずですぐにまた戦える状況になってしまうんですよね。なので数秒単位で早い判断が必要です。正確さに関してはライフが一つしかないゲームゆえ、ワンミスで舞台壊滅しかねないので大事です。判断力に関してもというか、何もかも全ての基本は戦うことが大事です。たくさん戦うことが経験になります。で、判断力の上げ方としては、たくさん戦う中で早い判断を心がけること。さっき正確さも大事って話をしたんですけど、早い判断を心がける中でたくさん間違ってください。で、なぜ間違えたのかを考えることによって、どんどん早い判断をしながら正確さもついてくる。正確さは間違いに気づければ後から必ずついてきます。ここでパーティーとソロの違いが出てきて、
パーティーだと味方が気づいてくれるんですけど、ソロだと自分で気づきづらいんですよね。なので全力でコミュニティは広げましょう。もうどんのすけおじさんがコミュニティ作っちゃおうか。次に Apex の大事な大事なゲーム性の話をしていこうと思います。 Apex は他 FPS よりめちゃくちゃキルタイムが遅いです。長めに3対3の打ち合いが進行するゲームなので、味方と連携を取りやすいゲームでもあります。かつ体力が多いという特性上、一人で何人も返すのはめちゃくちゃきつい。人数差がつくと有利不利がはっきり出ます。つまり先に相手を1でも1枚倒すことが超重要なゲームです。ここまでは多分理解してる人は多いと思いますが、他 FPS 出身者は結構ギャップを感じるところではあると思います。ちなみにエイムの種類としては、瞬発的に一発当てる瞬間エイムよりもしっかり的に当て続けられて体力を削れる OEM の方が重要度が高いので、練習する際はエイムの特性にも気を使ってあげましょう。それでは戦い方の話に入っていきます。ここからは僕が Apex をやっていく中で僕より上手い人から学んだことが詰まっているので、とても濃い内容になると思います。スイッチ、チームシューティング、プラチナ4で沼ってる時に、フレンドとパーティーを組んだ時一番感動した話をします。僕はもともと Apex は各々が一人で相手を倒しきる覚悟撃破していくゲームだと思ってたんですけど、違くてチームで戦術的に戦うことが大事です。一人だとダメージ交換に勝たないといけないんですが、一人に対して二人でいけば体力が圧倒的に有利になるんですよね。まあ冷静に考えれば2倍ですからね。実用的な使い方としては、例えばレースが前に出て打ち合う、で虚空で引いてる間に代わってあげて打ち合う、これをすれば最初にダメージ交換に負けてしまっていても結果的に自分の方が体力が有利になるので、ファーストダウンが取れる。そうすると人数有利ゆえに簡単にファイトを進められる。これをフレンドが意識的にやっていて超感動したのを今でも鮮明に覚えています。めっちゃ理にかなってるじゃんってなったんですよね。これ慣れが必要で最初からできるわけではありません。味方との距離感がめちゃくちゃ大事です。味方と離れすぎないこと、マップをよく見て味方の動向を探ること、これを意識してみてください。でプロレベルになるとマジでこれえぐくて、僕なんかじゃ全然太刀打ちできないレベルで軍隊みたいに詰めてくるんですけど、最上位の人たちでも使う戦法ですので、ぜひ意識的にやってみてください。次にフォーカスを合わせること。 HP が高くファーストダウンが大事というゲーム性上、同じ敵をみんなで撃てば一瞬で倒せる可能性があって、人数有利を作りやすい、ファイトに勝ちやすくなります。なのでみんなで同じ敵を撃つことも大事。ちょっと前の項目に似てますね。 Apex の打ち合いの基本はみんなで同じ敵をボッコボコにすることです。打ち方としては、パーティー組んでるなら自分が撃ったキャラにどのくらいダメージが入ったかをしっかり報告する、またはこいつ撃ってほしいなどしっかり伝えること、ソロとかなら味方が撃ってエフェクトが出ている敵を撃つこと、ダイヤからマスターに上がるにはめちゃくちゃ大事なことです。特に実力がない人ほど意識してほしいです。総ダメージ量は少なくても効率よくダウンを取れます。なので正直個人力そんなにない僕なんかがもう通話にいると、レースレースレースってめっちゃ連呼してます。くっそうるさいかもしれません。次に打ち合いの話ばっかしてたので、ランクを増やす上で一番大事なことを話します。それはマイナスを減らすこと。ダイヤからは特に大事なことです。でマイナスを減らすには死因を考えることが大事です。僕がよくあったので言うと、例えばコースティックとか使うパーティーだと移動のリスクが高く、移動中に死んでしまうことが多い。なので移動を楽にするためにマップの真ん中目にあらかじめ降りるとか、絶対に味方のレースとかジブとかそういう移動を手助けしてくれるキャラにくっついて移動するってことをずっと考えていました。あとハイド、めちゃくちゃ大事です。レースとかオクタン使う人は本当に頑張ってハイドしてください。次、戦闘を楽に短く終わらせるためにって話をして締めていこうと思います。皆さんが Apex をやっていて一番イライラする死に方というか死因があると思います。バトロワゲーという性質上、漁夫に来られると本当に嫌な死に方しますよね。ということで漁夫の対策法について軽く触れておきます。ある程度漁夫に対応するために大事なことがあって、そのことについて話していこうと思います。漁夫が来るパターンって2種類あると思ってて、一つ目、音鳴ってるからこれ寄ってこうぜって言って来るパターン、次に二つ目、
目の前でやり始めたんだけど、これ魚振っちゃおうぜってパターン。この二つです。二つ目の方に関しては、撃っちゃう前に周りの状況を必ず確認する。クリプトとかいると分かりやすいですね。そういうことが大切なんですけど、一つ目に関して、音に反応して寄ってきます。今回はこれの対処法を話していきます。結論から言うと、音が鳴って速攻倒しきれば、漁夫に来るパーティーが移動してる間に戦いが終わるので対応できます。なるべく早めに戦闘を終わらせればいいんですよね。結構考える人は多いと思うんですけど、難しいって思う人も多いと思います。実際難しいんですけど、あることを徹底すれば意外とすんなり戦いを終わらせられます。それは基本に忠実で、割ったら、体力差がついたら即詰めること。これをチーム単位で徹底します。本当にこれを徹底したら世界が変わりましたね。これができるかできないかが一番ダイヤ止まりとマスターの差だと思うレベルです。割って詰めるを実現するには2つの要素が必要です。1つ目、最初の方に話した早い判断が必要です。たとえ割ったとしてもバッテリー負けば人はすぐ戦えてしまいます。なので即行動。2つ目、割るまではできました。その後にどう詰めるか、本当に今詰められるのか考えること。判断の正確さって面です。どう詰めるかってのは割りました。そのまままっすぐ詰めるっていうのか、距離があるので割りました。展開して距離縮めました。で、また割って詰めるのか考えること。で、詰められるか考えるっていうのは、味方と敵の体力を考えた時に、味方側の方が多くなってないと詰めたところで返されやすいです。なので割った、削りが入ったタイミングで味方の体力がどれだけ敵と差をつけて残っているのか、ここを確認してもらいたいです。で、展開ってワードが出てきたんですけど、これも超重要で、前回の動画でアホみたいに語ってるんで、これは話すことが多すぎるので、そちらを見ていただきたいのですが、この動画で完結しないのは個人的にちょっと気持ち悪いなって思うので、要約したのだけ話します。Apex っていうゲームは広く取った方が強い場面っていうのが結構多くて、仕掛けるとき、まとまっていっても簡単に見られちゃうことが多いんですよね。なので広がってあげると、いろんなところからたくさん射線通してて楽に早く戦いを終わらせられる。これもマスターになるまで意識してもらいたいし、そこからのレベルアップにもとっても大事なことです。射線増やす、意識してみてください。ということでこんな感じのトピック話していきました。最初の方にも話したんですけど、アウトプット。実践することが本当に大事なので、ぜひ試してみてください。それと、すぐうまくいくとは限らないので、たくさんプレイすることがなんだかんだとっても大事です。社畜はきついね。これから仕事です。ということで、今回の動画はこんな感じで。YouTube の登録者数が本当に皆様のおかげで、もうすぐ1万人。というか、これ今日の朝、仕事行く前に撮ってて、見たら1万人いってて、売れすぎてちょっと今頭おかしくなっちゃってて。うまく伝えられないんですけど、すべての人に感謝しています。土底辺の頃からずっと応援してくれてる人、最近見始めてくれた人や、この動画で初めて見てくれる人も中にはいると思います。これからも働きながら頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。グッド押していただけると本当に嬉しいので、ぜひお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、親子どんのすけでした。